ナミさん、今回も動画の更新お疲れ様でした。今回はですね、専門用語の紹介ということで差し値注文というのをね、いただきました。動画の方も2分半でしたかね、拝見させてもらいました。3分弱の動画の方で、ここでね、一つ私の人生の差し値注文というね、お話をちょっとさせてもらおうと思うんですよ。実はこの差し値注文という概念ですけども、投資の世界だけにあるわけではなくて、結構人生にもあるんじゃないかなと思ってるんですね。で、私がね、30代後半の時に35歳を過ぎたあたりだったですかね。いわゆるね、お酒の席、キャバクラによく行くようになったんですよ。もともとは、キャバクラ店を何店か経営してるオーナーさんと、長い友人付き合いがありましてね。久保ちゃん、たまには飲みに来てくれよって話があったんで、じゃあ、新しいね、新人の子をつけてもらえたら、売れっ子じゃなくていいんで、新人さんをちょっとね、応援したいから、一番成績が悪い人、ちょっとね、用意しといてくれるって感じでお願いしたんですね。私はそうやって、その行きさつでキャバクラに飲みに行くようになったんですけども、ほぼ毎日通って、4年もすれば、5年もすればね、私も40が近くなるわけなんですけども、だんだんその世界のことを詳しくなってくるわけなんですよね。で、広島市、中区、それから、八軒堀、流川、この辺りに、いる方ね、キャストさんともだいぶ知り合いが増えてですね、お付き合いした方も何人かいたりとかっていうので、これはね、本当にね、私が一方的にお付き合いしてるつもりになってる、いわゆる営業を受けてのお付き合いではなくて、オーナー公認で、ちゃんと付き合いがね、一線を画して、出来上がってるってことなんですけども、そこでね、何人かの人に差し値約束をしたっていう話なんですよ。これどういうことかっていうと、大体キャストさんっていうのは、18区から遅くても21人で入ってくるんですよね。ですから私が指名する人も大体18から22、3のこの狭い範囲に限られてくるんですよ。で、大抵は、私が指名しているんだけども、その間にちょっといろんなことがあって辞めていくっていうことで、いろんな入れ替わりがね、新陳代謝があったりとか、あと店を変わって他の系列グループに行ったりとかして、私がね、もうそうなると行けなくなるわけですよ。私はオーナーさんとの付き合いがあるんで、特に縛りはないんですけども、できればそのオーナーさんの息がかかったところに行き続けたいなと思ってるわけなんですよね。そう考えていくと、女性っていうのはね、そういうところで働く女性っていうのは、24、5歳ぐらいまでに自分の店を持つか、それとも結婚して上がるっていうんですけど、水商売上がっていくか、それとも別の進路を見出して、いわゆる昼の仕事とかに戻っていくかとか、様々なんですけどもね。その中での差し値注文っていうんですけども、何人かのキャストさんに、もしね、君が25歳になっても、まだね、この世界にいて、将来もなかなか見えずに、特定の彼氏もできずにね、このままずるずると、キャストという立場をね、続けていって、ちょっと不安に感じたなら、この25歳をめどに、俺との結婚を考えてみる。っていう話をね、冗談半分、本気半分で私はずっとお話ししたんですよ。何人かの方に。で、何人かの方は、いいよってことになりました。クォッチもその時までに、もっともっと稼いでおいてね、みたいな感じでね。これお互い軽い約束をしたような気持ちだったんですよね。結果的には、そういった方々とお別れして、今の暮らしに私はなってるわけなんですけどね。で、ここで何がいいか、言いたいかっていうと、年齢による差し値注文というのを私は今したわけなんですよ。多分これは、あらゆる人が、いろんな人生の締め切りというものを感じて、ここを過ぎたらもうね、どっちにするか選択もなく激突するみたいな、そのデッドラインがあると思うんですよ。だからいつもデッドラインを意識して、そのちょっと前にどうするかってことを決めると思うんですよね。差し値注文には、損切りのラインとかもあるわけですよ。もちろん利確ラインもありますけどもね、テイクプロフィットとか、ロスカットとかいうのも予約しておくわけなんですけども、これっていうのは、これ以上進んだら自分の資産状況にはもう耐えられないから、ここで離脱しようという、それがロスカットだと思うんですよね。もちろん差し値注文には、ここに来たら注文しようというものもありますけども、今私がお話しているのは、注文した後、どこでそれを手放すか。で、どこら辺までは、テイクプロフィット、利益を伸ばして、これ以上は深入りだから、自分の力量に合ったところで、ここで決済しようと。
決めるかってことなんですけども、結局人生もそういうことのね連続なのかなと、投資が人生を教えてくれる、そんな気がするね、そんなエピソードでございました。皆さんはね、自分の人生の指値注文どうでしますかということですよね。はい、男性も40過ぎるとね、本当に恋愛や結婚がすごく難しくなります。それはね、私ね、うまくいったからこそ思うんですよ。自分の例は奇跡なんで、本当に今日はね、彼女っていうか奥さんとね、二人でちょっとお寿司を食べに行ったんですよ。まあ、お寿司食べに行ったって言っても、回転寿司行って総額2500円しか食べられなかったようなね、そんなね、ちょっと可愛らしいデートだったんですけども、なんかすごいありがたいなと、この人と恋ができて本当に良かったなと改めて思うような、そんな時間だったですね。いつもののろけでございます、申し訳ありませんけども、本当に過保護でございます。以前どっかの誰かがね、ナミさんとできてるんですかって言ったりね、その言った本人が久保さんとかに突撃しようかしらとか言ってましたけども、まあ私の家庭はね、強くて熱いですからね、もう来て愕然としないようにしてくださいね。でも来ないでください。もうあなたはあなたの人生を歩んだ方がいいですよ、私はあなたの見ている YouTube の、チャンネルオーナーの単なる一人ですからね、恋人にはなりません。それでは、いってらっしゃい。